シバするよ。あと少しで完成よ。頑張りなさいネプギア。ゴテツくらい気合で乗り切りなさい。ほら、カフェインたっぷりの栄養ドリンクよ。ユニちゃんが変なところでスポコンだよ。あーもう弱気になるなっての。仕方ないでしょ、映像編集できるのあんたしかいないんだし。でもでもあんたは一人で戦ってるんじゃないのよ。何のために、その私がずっとそばにいると思ってるのよ。あ、ユニちゃん、そういえば5日前からずっと私と一緒に。まったく。やっても、なんで？なんでって、そんなのあんたのために決まってるじゃない。ほら、一人での作業って辛いでしょ。だから作業で力になれない分、あんたを支えてあげようと思って。ユニちゃん、私のことそんなに思ってくれてたんだ。ありがとう。ユニちゃん大好きだよ。ネプギア、私もよ。あんたのこと大好き。ユニちゃん、ハイカット。うわぁ、ゆりゆりした空気を出すのはいいけど、それは編集後にしてくれないかしら。レンダリングさえ始めてもらえれば、あとは自由にしてもらって構わないわ。けどまさか二人がそんな関係だったとは思わなかったわ。正常な判断を失っていたわけで。そうなんです。だから別に私とユニちゃんはそういう関係じゃないんです。そうですよ。ほら、ブランさんも徹夜経験者なら似た経験ありますよね。作業効率が落ちるから、徹夜はしない派だからわからないわ。なんでこういうとこだけ意識高いの。あ、そうだ、実は何かに使えないかと思ってさっきの二人のシーンを撮っておいたから。これそれなんて周知プレイ。映像に入れることで視聴者はあれが演技だと思い込む。そしてあなたたちはお互いの思いを永遠に残すことができる。どうかしら。結構です。安心して、あなたたち二人のことは私のこの胸にだけしまい込んでいてあげる。